コミュニティ道路を整備する陸上自衛隊警戒にあたる軽装甲機動車自衛隊南スーダン派遣は2012年1月から2017年5月までの国連南スーダン共和国ミッションへの自衛隊法第84条の4第2項第4号及び国際平和協力法に基づく自衛隊の約5年間の海外派遣国連 PKO 局と 半気分国連事務総長による南スーダンへの自衛隊派遣要求を受けて二0 1 1年八月八日に民主党のカンラオト首相が派遣を表明、野田義彦首相の時に派遣されて自民党の安倍晋三首相の時に撤収した。包括的和平合意後の治安状況は改善傾向にあるものの南スーダン共和国北部のウェナイル州、ジョングレイ州及びユニテ州を中心として 2010年4月に実施された選挙結果に不満を持つスーダン人民解放運動、軍の分派組織であるスーダン人民解放運動、北が反乱活動を行っている。また南スーダン共和国西部の西エクアトリア州では、ウガンダ系民兵組織の神の抵抗軍が散発的な略奪等を行っており、特に中央、アフリカ及び、コンゴ民主共和国との国境付近の治安が、 不安定となっている。さらに南スーダン共和国全般において、家畜をめぐる各民族間の争いが散発的に発生している。自衛隊の参加が検討された際に、防衛省は現地の治安を不安視していたが、国連平和維持活動参加を外交カードとしたい外務省が押し切った経緯がある。独立したばかりの南スーダンでは、道路は ほとんどが未整備で、部族間の抗争も頻発しており、マラリアなどの病気の危険も高い。テレビ朝日は、これまでの自衛隊の PKO 活動の中でも、最も過酷と紹介している。二次施設部隊の先発隊となる陸自隊員23人は6月1日に成田空港を出発し、6月3日に南スーダン首都地場に到着した一次施設部隊の約60人は、 6月11日に帰国の都につき羽田空港に到着した。6月23日に北部方面隊に所属する第11旅団などからなる約110人の部隊が首都ジュバに到着し、二次隊は全員が現地入りした。2月から南スーダンで活動していた中央即応連隊を中心とした一次隊の隊員約100人は6月24日に帰国し、 宇都宮駐屯地において出迎え式が開かれた。7月5日に国連アンポリ決議においてアンミスの活動期間が1年間延長された。日本政府はこれを受けて10月16日の閣議において自衛隊の南スーダンへの派遣を2013年の10月末までに延長することを決定した。7月26日に南スーダン国際平和協力隊の第一次隊に 対して特別症状、第一次派遣施設隊長の坂間に陸佐に第一級少子が授与された。11月15日に防衛省は第三次隊の派遣計画概要を発表した。総員は約330名で11月21日、12月3日、12月17日の3回に分けて日本を出国する。11月21日に防衛省は 国際連合南スーダン派遣団司令部に陸上自衛官2名を派遣すると発表した。現地の児童と交流する自衛官1月17日に防衛省は国際連合南スーダン派遣団司令部に陸上自衛官1名の派遣することを発表した。要因は19日に日本を出国した。3月15日にユニセフ親善大使を務める黒柳哲子が 自衛隊の南スーダン派遣施設隊を訪問、視察し、自衛隊員と懇談、激励している。小郡中ト地の隊員約40名が、5月26日に、施設隊第4次隊の先言部隊として出発した。第23回参議院議員通常選挙の投票に、際して、南スーダンへの派遣要員を含む、海外派遣の自衛官、約910人は、 7月19日までに不在者投票を済ませている。10月4日に内閣府は自衛隊の派遣期間を2014年10月末まで再延長することを決定した。部隊の人員を330人から410人に増やすことも決定された。この方針は10月15日の閣議で正式に決定した。内戦の発生と 大韓民国国軍部隊への銃弾提供2013年12月15日に首都ジュバにおいてクーデター未遂事件が発生した。戦闘は北部地域を中心として内戦に拡大しており、防衛大臣小野寺逸則は首都ジュバにおいて活動していた施設部隊に対して中東施設外でのインフラ整備活動の中断を命令した。部隊は施設に集まっている。 避難民への医療、給水支援活動に切り替えている。12月21日夜になり、ジョン・グレー州の州とボルを拠点として活動している大韓民国国軍公兵部隊の部隊長から自衛隊部隊長の井川健一一等陸佐に連絡があり、戦闘がボル周辺に近づき避難民が施設周辺に集まっている状況で弾薬が不足しているため、 5.56x45mm ト当弾を提供するよう差し迫った要請があった。大韓民国政府は国際連合に対して弾薬提供を打診し、国際連合は日本国政府へ打診を行った。日本は武器輸出3原則に基づき、国際連合平和維持活動における他国部隊への武器の提供を禁止しているが、内閣総理大臣、安倍晋三は 12月23日に開催した国家安全保障会議において一国を争う緊急事態であり緊急性と人道性が極めて高いことを理由として武器輸出3原則の例外措置として実施することを決定し同日夜に1万発の銃弾が大韓民国国軍公兵部隊に提供された国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律に基づいて 他国の軍隊に武器弾薬が提供されるのはこれが初めてである。日本国政府は過去の国会答弁において PKO 活動において仮に国連から弾薬の提供の要請があっても断ると説明しており、日本共産党の市田忠義初期局長、生活の党の鈴木勝政幹事長、社民党の吉田忠智党氏は政府の対応を批判した。 大韓民国国内では安倍晋三首相が提唱する集団的自衛権行使に関する日本国憲法判断見直しを後押しするものだとして日本国政府と大韓民国政府への批判が発生した大韓民国政府は批判を交わすため支援は国際連合から受けたとしていたが後になって国際連合に要請その回答を受け自衛隊に要請したとコメントを 修正した。高まる批判を受けて、大韓民国政府は、銃弾の返却を決め、2014年1月16日に、陸上自衛隊側に引き渡された。大韓民国国防部からの社員の表明はなく、防衛大臣、小野寺逸則は、提供時に、現地の大韓民国国軍部隊長が表した、感謝の言葉のみで十分であるとコメントした。内戦の発生を受けて国連は、 アンミスの戦闘部隊を増強することを決定し、パキスタン、バングラデシュ、ネパールなどが部隊の派遣を了承した。要員及び装甲車などの装備の輸送について、国連はアメリカやナト o の大型輸送機で一旦ウガンダのエンテベ国際空港へ運び、そこから自衛隊の C-130 輸送機でジュバ空港へ向かう計画を立て、日本政府に支援を要請したが、 日本政府では自衛隊が他国の武力行使と一体化し憲法違反となる恐れがあるとしてこれを拒否した。1月14日に菅義偉官房長官は国連南スーダンミッションへの航空輸送支援の打診があったことは事実であるが政府部内で各国の対応状況や実施時期法的側面などを総合的に検討した結果今回の支援要請については慎重に 対応するようにしたとコメントした。2014年5月8日、小野寺いつのり防衛大臣は、ジュバを訪問し、自衛隊の活動を視察した。現職閣僚が、南スーダンの活動を視察するのは初めてとなる。2014年10月21日、日本政府は、南スーダンでの国連平和維持活動、2014年10月末までだった、派遣期間を4ヶ月延長し、 2015年2月末までにすることを決めた。2015年1月19日、中山と防衛大臣が南スーダンを訪問し、自衛隊の現地部隊の視察や南スーダンの国防省と会談した。2015年2月10日、日本政府は南スーダンでの国連平和維持活動、2015年2月末までだった派遣期間を6ヶ月延長し、 2015年8月末までにすることを決めた。2015年8月7日、日本政府は南スーダンでの国連平和維持活動、2015年8月末までだった派遣期間を6ヶ月延長し、2016年2月末までにすることを決めた。延長は国連が南スーダン派遣団の期間を2015年11月まで延長したことに伴う措置。 2015年9月17日、外務省は同年3月3日付の国際連合安全保障理事会決議第2206号に基づき同理事会制裁委員会により指定された南スーダンにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等6個人に対し資産凍結等の措置を講ずることとした。2016年2月9日、日本政府は 南スーダンでの国連平和維持活動、2016年2月末までだった。派遣期間を8ヶ月間延長し、2016年10月末までに、することを決めた。2016年7月、キール大統領派の正規軍とマチアルダイ一、副大統領派の武装勢力との間で銃撃戦を伴う衝突が発生し、南スーダンは再び内戦状態へと逆戻りした。 国際協力機構の関係者ら在留法人47人が退避し、日本大使館員のうち4名も自衛隊騎士 -130 に登場して自衛隊の駐屯している近隣国のジブチへと避難した。南スーダンに踏みとどまった木野屋大使を含む日本大使館員も、ジュバの大使館では身の安全を図れないと判断して、陸上自衛隊の宿営地へ駆け込み、 戦闘状態が収束するまで同宿営地で宿泊を続けた。この時、国連の平和維持活動に参加していた中国人隊員2名が殺害され、5名が重軽傷を負った。また、バングラデシュの宿営地も攻撃を受け、隊員が砲撃音から攻撃位置を特定して、単発式の銃で計44発ほど応射。同宿営地では、大社の一部が壊れた他監視所や、 車両の窓なども破損した。2016年10月8日、稲田智美防衛大臣は、南スーダンを訪問し、ジュバを視察した。また、南スーダンのデイビッド・ヤウヤウ副国防相、国際連合南スーダン派遣団のエレン・マルグレーテ・テロイ国際、連合事務総長特別代表と会談した。当初、視察は9月17日に予定されていたが、 コーマラリア薬の副作用とみられるアレルギー反応が出たため延期していた。2016年10月25日、日本政府は南スーダンでの国連平和維持活動、2016年10月末までだった。派遣期間を5ヶ月間延長し、2017年3月末までにすることを決めた。2016年11月15日、日本政府は 南スーダンでの国連平和維持活動に派遣する陸上自衛隊の部隊に安全保障関連法に基づく新任務、駆けつけ警護や他国の PKO 要員らとともに武装勢力から宿営地を守る共同防護を新たに付与することなどを盛り込んだ実施計画を閣議決定した。あと18日に正式に稲田智美防衛大臣から新任務付与の命令を出された。 2016年12月3日、防衛省は、陸上自衛隊員の殉職や重度障害に対しての、見舞い金の限度額を、それまでの6000万円から9000万円へと引き上げた。この措置が取られた理由について、南スーダン PKO の任務に際して、駆けつけ警護を付与した以上、リスクのある危険な任務を遂行する、可能性があると、意味軸も防衛省幹部が述べている。 2016年12月12日、任務を終える南スーダン派遣施設第10次態に、代わって、田中人道一佐が率いる11次体が、南スーダンでの活動を引き継ぎ、11次体には、それまでの任務に加えて、駆けつけ警護と宿営地の共同防護が付与されることになったが、実行されることはなかった。2017年3月10日、 自衛隊施設部隊の5月末をめどに活動を終了することが発表された。安倍総理は閣議後の記者会見で同国における活動に一定の区切りがついたためと説明し、民進党やマスコミから追求されていた現地の治安情勢の悪化、政府の打解による内戦再開に伴い、南スーダンの実態が派遣要件を満たさなくなったことによる撤退ではないとした。 2017年3月18日、宿営地の南1.5キロの商店で母子の買い物中だった陸上自衛隊員5人が南スーダン政府軍の兵士に誤って連行されたが、現地の日本大使館が政府軍と協議し、約1時間後に解放された。武器取り締まりに関する尋問を受け、広場まで連行されたという。2017年5月16日、日本政府は、 部隊は今月末に撤収する状況に伴い、部隊が使用していた重機や発電機などの機材をアンミスに無償状とすることを閣議決定した。アンミスは今月末に引き渡しを受け、南スーダンで活動する他国部隊に対応する。2017年4月19日に第11次隊の第1陣約90名、5月6日に第2陣115名、 第3陣が5月14日、最後の第4次隊は5月25日に現地を出発し、5月27日に全隊員が無事帰国した。部隊としての活動は収束したが、司令部要員派遣は継続される。日報隠蔽問題部隊撤収が発表される前の2017年2月に、派遣日報を破棄したと説明しながら、実際は保管されていたことが明らかとなったことを受け、 防衛観察本部が特別防衛観察を開始した。防衛観察本部は幹部らによる隠蔽を認定する特別防衛観察の結果を7月28日に公表するとともに関係職員を処分。この影響を受け防衛事務次官と陸上幕僚長が辞任を表明し、同日の午後には防衛大臣も辞意を表明する事態に至った。本事案に関わる処分者は以下の通り。 なお、防衛事務次官の停職処分は、前身の防衛庁時代を含めても初の案件となった。観察結果では防衛省幹部らが2017年2月13日と15日、稲田と美防衛省に、南スーダン PKO の日報に監視説明した。稲田氏が陸上自衛隊側から、日報のデータ保管の報告を受けた可能性を否定できない。 稲田氏が保管の事実を非公表とする方針を了承した事実はない。稲田ともみ防衛省に日報隠蔽の報告があったなら、国会で嘘、稲田ともみ防衛省に日報隠蔽の報告がなかったら、指導力の欠如で、いずれの場合も文民統制できていないことになる。黒江哲郎事務次官はデータを廃棄したとの説明を続け、 保管の事実を明らかにせず自衛隊法違反にあたる。防衛省は、日報の保存期間を10年とするなどの、再発防止策をまとめた。改善、再発防止策で、今後海外に派遣される部隊が作成した日報は、すべて倒幕3時間に送り3時間が、整理保存して一元的に管理し情報公開法に、基づく、情報公開請求にも一元的に対応する。 保存期間が10年とし、満了後は国立公文書館に移管する。文書不存在による不開示決定とした全案件について管理者へのヒアリングや保存可能性のある部局の現地調査を実施する情報公開査察官を新設する。PKO 活動に係る派遣部隊から上級部隊への報告、部隊から各幕僚幹部、内局や政務三役への報告等日報以外の 活動の記録報告は、基本的に保存期間を3年とする。2017年8月10日、衆参両院国会閉会中審査で野党が、出席を希望した、稲田智美前防衛省、岡部俊也前陸上幕僚長、黒江哲郎前防衛事務次官は、与党自民党の反対で欠席。2018年5月18日、日本政府は、 南スーダンでの国連平和維持活動、2018年5月末までだった、アンミス司令部への自衛官4人の派遣期間を1年間延長し、2019年5月末までに、することを決めた。2018年5月17日、日本政府は2019年5月末までだった、アンミス司令部への自衛官4人の派遣期間を1年間延長し、2020年5月末までに、 することを決めた。アンミスの活動期間延長に伴う措置。2020年5月22日、日本政府は南スーダンでの国連平和維持活動、2020年5月末までだったアンミス司令部への自衛官4人の派遣期間を1年間延長し、2021年5月末までにすることを決めた。なお、派遣部隊の隊長は現地支援調整所の所長が就任し、 別に派遣部隊の指揮官として施設隊の長が就任する。施設部隊の主な活動地域は当初、ジュバ周辺のみであったが2013年5月、西エクアトリア州、東エクアトリア州にも活動範囲を広げることが決定された。同地のバングラデシュ軍が撤退するため、それを補うために国連からの要請に応えた形である。ミニミを装備した。 軽装甲機動車、ジュバ空港陸上自衛隊施設部隊の警護は、ルワンダが行う予定。防衛省は、陸上自衛隊の宿営地の設営や、上下水道、電気配線の設置などの事業を丸紅に発注した。首都のジュバでインフラ支援を行うことが決まっている部隊は、自衛隊のみであり、現地の期待は高い。南スーダンのマリアル、ベンジャミン情報放送省は、 日本からの民間投資の呼び水になるとして、できるだけ長く活動してほしいと歓迎している。自衛隊は、まず宿営地の建設から開始し、4月から本格的なインフラ整備に取りかかる予定である。南スーダンのサルバ・キールマ・ヤルディ大統領は、南スーダンで自衛隊は素晴らしい仕事をしていると評価している。ありがとうございます。